玉手山3号墳でございます。ちょっと上がってみましょう。あと残りが10メーターとかいたのかな。これ上がったとこでしょうね。歴史の歩道になってるけど、山のてっぺんでございますからね。ここに前方後円が築かれた。ああほんまそうや。100メートルのやっぱり前方後円になってるね。わかるかね。上がってみましょう。頂上でございます。さっぱりわからないね、形が。これがやっぱり後円墳とするとこっちかな、こうかな。いやいや、さっぱりわからない。これは形がわかりませんね。これじゃこうか。いや入られへんな。入れまへん。これはこっちやな。後円墳やからこうかな。全然入れない。入れませんわ。残念でございました。何にも言えないですわ。はい、玉手山3号墳でございました。眺めいいんやろうけど、ね、これ全然見えへんね。残念やね。これ大阪で見えんだけどね。下も全く見えんかね。見えんな。残念でございました。展望台でも上切らなくて、木を切らなきません。上ね、展望台住んじゃったら全く分かりません。形が来てみたんだけど、これわかるかね。いやー丸っこもなってないね。これわからんな。これはじゃあこう見てみようか。デイサービスセンターは建物の老朽化でね、今ここは営業してないみたいですけどね。いやー分からんね、さっぱり。お、行けるぞこれ。ここはこれ綺麗に見えますな。これこれこんな綺麗に建物が見えると知らないんだね。いつもね、道真ん中20号線とか走ってると横全然何にも見えないんでね。こんな建物あったっけ。これ一番左大阪方面、ちょっと 見づらいけど、でずーっと引いて、あの辺やな。あの付近が高枝の古墳群があるんだけどね。ここにも古墳があるけど見当たらんか。これ連峰公園ね、あれ大きいんだけどね、柏の中では。いやーこんな綺麗とは。坂台、ここ二条山、二条山も見えますね。はい、あなかなかいい眺めでございました。はい、これが古墳でございます。どこか撮ってみましょうか。ちょっとわからんな。これこうやろ。これ、いう風
山をね、造成して作ったんでしょうけどね。ほんでこっちが公園部長とはちょっと向こう歩いてみようか。歩くじゃん、こう。ここ高さは高いですよ、これ。20メートル以上ありますね、もう下からね。下から20メートル以上あるんですよ。上までね。はい、これ行けるね。さっき行ったんだけどね、中で、もう山になってないけどね。これ歩いた跡があるんだけど、どこまで行けるのかね。あら、行けないか。残念でございました。行けませんね。どっちが方向かわからんわ、これじゃ。残念。あれ、反対側か。反対側の方が方向やろな。あの、お寺さんがある方が。こんなに家あると知らなんだね。いつも横走ってんだけどね。大和川でございます。大和川の横を通ってますけどね、大和川。ということは、これが、ここが、ちょうど、後ろがこうかな。こう、こうまっすぐやね。上がってまっすぐや。やっぱちょっとね、削られてるね、どうも。削られてます。ちょっと変わった人は全然、あの、話が通じないんや、全然、話が。全く通じないからね。はい。来る、バスが来る言うて、もうとにかくどけてくれ言うて。これが、公園部の演習をこう回ってるような感じかな、これ。ちょっとなんか違うんだけどな。見た感じが。こうやろ。興奮の方が分かりませんよ、これじゃ。100メーターやからそこそこあんねんけどね。こっちやろな。こうやろな。こうやわ。こっちこっち。おお、バス来た。こっちが興奮ですね、おそらくね。誰も、今は先上がったけど、誰もいないからね、ここね。ちょっとね、何やった不明会教団、大阪市の。ちょっと先寄ったんやけど、誰も出てきはらんかったからね。無理やね。はい。はい、3、5分でございました。はい、ありがとうございました。